交際が伝えられていた女優の井上真央と嵐松本潤が結婚寸前から一転、年明け早々に学会破局したとの情報が流れている。二人は05年放送のドラマ、花より男子で共演し交際開始。昨年末まではゴールイン寸前としてマークされていた。しかし、今年に入ってすぐ突如破局状態に突入した模様。井上が創価学会信者であることが原因だったようですと芸能記者と語る。1月中旬発売の週刊新潮で、井上の母が自身と真央が信者であることを認めているのだ。一般的に学会員と異宗派の人との結婚は大なり小なりネックになるとされます。週刊新潮では1月初めの学会行事で、幹部が井上のことを生粋の学会っ子と紹介したとも報じた。これらの報道に、松本サイドやジャニーズ事務所関係者が態度を硬化。どうせ井上と結婚できないのなら、これを機に別れましょうという方針で固まったようです。水面下の隠密愛継続の可能性もゼロではないが、事実上、破局したのではないかと続ける。それだけではない。井上が主演し、1月にスタートした NHK 大河ドラマ、花もゆが苦戦中。初回視聴率は、大河歴代ワースト3位の 16.7%、ビデオリサーチ調べ、関東地区だった。ジャニーズ側は、井上が、自身の力量で花もゆを成功させ、国民的女優に上り詰めた段階で、松本との結婚にゴーサインを出すことも考えていた。しかし、花もゆがこけそうなことも、関係継続 NG の流れを一気に加速させたのですと、芸能プロ幹部は話す。破局の流れの背景には、1月に、週刊文春で、ジャニーズの実質的トップである女帝メリー北川副社長が、実娘藤島ジュリー景子氏を次期社長と断言したという動きもある。ジュリー氏が次期トップと確定したことで、ジュリー派の旗手、嵐は、ますます、国民的アイドルの座に居続ける必要が高まり、人気トップの松本はいよいよ、結婚できなくなったと女性誌記者は語る。松本との密愛に全てを捧げてきた井上は、ドラマの苦境も合わせ、心にぽっかり穴が開いた状態とか。そもそも、井上は、11年の東日本大震災に大きなショックを受け、ここ数年は、目立った活動をしていなかったほど感受性が豊か。今回の大河に、女優生命及び結婚をかけていたのですが、視聴率は低迷し、松本とも引き裂かれる寸前。というわけで、最近は、仲のいい綾野剛、F カップ巨乳、長澤まさみの彼氏で大河共演中の伊勢ヶ谷友介とも急接近しているようです。井上も実は隠れ巨乳。長澤とのバトルが展開されるかもしれませんよと、NHK 関係者と話す。巨乳対決は見物。